はい、オレチャンネルの安です。おりゃ、本日はですね、KOD の8人タッグが終わって明けて2日後のですね、日に今度は新たな違う戦いをですね、やることになります。そうです、白内障のですね、目の手術に、来ました。これからどんな手術になるかちょっと怖いですが、一つ頑張って、受けてみます。お願いします。美食の青春、おりゃ、おりゃチャンネルのやつです。おりゃ、いかがお過ごしでしょうか。突然ですが、こんな姿で申し訳ございません。実はですね、自分は7月4日の KOD の8人タッグで、試合をやらせてもらって、それから2日後、本日ですね、少し筋肉痛が残ったままですね、次の合併症ですか、糖尿病合併症の、網膜症白内障のですね、手術に挑んでまいりました。まずはそちらからどうぞ。おりゃ、はい、これからですね、10分後に手術に、向かいます。頑張ります。おりゃ、たった今ですね、手術台から戻ってですね、今ちょっと休憩してますが、ほんのまだ3分しか経ってません。ちょっとこの口当たりがちょっと痺れてですね、言葉にならないようなとこがあって、お聞き苦しい時は、失礼します。ということで今終わりましたけど、やってる最中はですね、水中の中に入って光を当ててるよみたいな、そんな感覚だなと思いました。実際はですね、そんな痛くはないんですが、ちょっとこう手術台に上がると何でも緊張しますが、とりあえずこの後はで一番重要なのは術後の経過ですね。これは感染症にならないようにですね、気をつけながら、とりあえず、この白内障の手術は終わりました。頑張ります。いかがでしたでしょうか。手術はこんな風に、行われまして、そうですね、今スタジオ内でこう編集しているのは約5時間ぐらい経ってますかね。術後の経過はですね、ほとんど痛みはございません。ですが、その手術の後のですね、その感染症がやっぱり怖いので、その感染症を万全にこうならないためにですね、今眼帯してですね、またゴーグルしたりですね、薬飲んだり、いろんなことをなんか次から次へとそのマニュアルがあるんですが、それを覚えてですね、その感染症に臨もうと思ってます。この術後ですね、また今右目ですが、左目ですね、2週間後に同じように行われるわけです。して両眼を行われてからですね、それからいつだか分かりませんが、その先にですね、網膜症の、一つの手術が行われるわけです。その先なければいいんですが、どうなるか分かりませんが、糖尿病ですね、こうしていろんなこのですね、合併症があってですね、本当にサイレントキラーというようにですね、怖いですので、皆さんも十分お気をつけになってですね、また、自分もですね、合併症に負けないようにですね、糖尿病に負けないようにですね、頑張ってですね、チャンピオンベルトをキープしたいと思いますので、しばらくですね、その手術後休ませてもらって、またですね、リングに上がってですね、頑張りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。これでした。
今日はここまでです。最後に俺チャンネルよろしく。おりゃ。